2023年11月1日、5チャンネルにこんなスレが立った。婚活でなぜか、上から目線、40代女性たちの心理、お見合いは、総計国立以上の学歴に限る。女性も理想が高いのか、早速スレを見ていこう。婚活でなぜか、上から目線、40代女性たちの心理、お見合いは、総計国立以上の学歴、に限る。結婚相談所の経営者として婚活現場の第一線に立つ筆者が、急激に変わっている日本の婚活事情について解説する本連載。今回は、高学歴男性にこだわるアラフォー女性を例に、理想がどんどん上がってしまう女性たちについてご紹介します。総計国立以上の学歴じゃないとダメ。アラフォーの会社員女性、桜さん。他の相談所で3年以上活動していましたが、なかなか成果が上がらないということで当結婚相談所に移ってきました。桜さんの年収は500万円。あまり知られていない大学を出ています。相手に求める条件は、最低でも、総計国立以上の学歴。理由を問うと、それより下の人とは陽気で会話のレベルが合わない、教養がないとつまらないと。これまで総計国立出身の男性と何人か会ったそうですが、それでも教養がなかったと言います。本当にそうだったのかはわかりません。桜さんが教養のあるテーマを会話に出さなかったのか、あるいは、桜さんが想定した話題が出なかったので、つまらないと感じてしまったのかもしれません。桜さんのような思考を持ってしまうのは、婚活システムの落とし穴ではないかと私は考えています。仮に、学生の頃は、総計国立に行く人たちはすごい、私なんて何浪しても入れないと羨望の眼差しで見ていても、社会に出ると学歴はごちゃ混ぜになってしまいます。会社ではある程度自分と同じような学歴の人が多いかもしれませんが、合コンや知り合いの紹介などで異性との関係ができると、様々な学歴の人と接触する機会が増えます。総計国立出身の人も身近になるでしょう。そうすると自分がそちら側にどうかする、そればかり噛み下すようになってしまう現象が起きてしまいがちです。総計国立以上なら、20代の美人をより取り見取り。別にいいけど男も女の学歴は重視するよ。だってバカ学歴を嫁にしたくないからな。その年齢で学歴って、バカじゃねえの？教養があっても視野が狭い人かもしれない。何様のつもりだよ。男性の若くて可愛いに限ると通じるな、あとおっぱい。どうしようが自由でしょ。総計国立以上の学歴の人はそもそも40女と見合いしないし、結婚相談所に頼らずとも自力で嫁の一人や二人見つけてくる。うるせえ。正論、仕事でも異性でも低くてあまた。あまり知られていない大学はダメだろ。せめて自分も同じ大学で解けよ。自分に相応の価値があると思うならそれもよかろう。なぜかも何もそんなだからその年齢で婚活してるんでしょ？それであなたは相手に何を提供できるの？専業主婦になり、家事のフルサポート。別に個人の希望だからどうでもよくね。高望みして一生婚活してくれてる方が邪魔にならなくていいしな。40ババアなんて下手に希望下げて視界に入られても困る。確かに。女余り言われてるけど、実際は圧倒的に男余りだぞ。婚活イベントなんて女はほぼ無用。それでも女が集まらずに開催できないとかいう地獄。婚活男がぶっちぎりで必死になってる。総計と国立は一緒にすんなよ。せめて宮廷、それでも微妙。理系だと底辺地方国立でも総計並みな就職ができる。入学試験の問題は総計より国立の方が難しいけどな。総計の学生ってそんなに教養ないからしゃあない。男には高学歴のアスペが多いから、そこが残ってることを見越してるんじゃね？その手の人の話が面白いわけがない。また売れ残りおばさん用語記事か。35から40超えくらいの女性が、様々なことを耐えて我慢して、ちょうど自信が持てる時期なので、ギャップが生じるという、今まで我慢したのになんで？って。我慢なんかしてるからだろうな。結局晩婚家も子供の頃から受験だ競争だと子供のうちから遊びほうけるのを我慢して努力してきた反動で、大人になっていい思いするために努力したのだから給料もらうようになったら大いに遊びたくなるし我慢してきた分を、取り戻すまでは結婚して子供産んで育ててと再び我慢の人生に戻る気になれないのが原因じゃねえかな。これね、だから子供の頃我慢して何になったの？ってギャップがあるんだよ。人生に学歴ってそれほど重要だったか？みたいなギャップね。何事も対立させるのが狙いだからね。見ての通りたくさん連れてるし。この年代の女は、男を小馬鹿にするような育ち方をしている。マスコミとかに感化された世代なわけだが、いい加減にした方がいいよ。氷河期女はほんと人間のクズが大半だな。氷河期の上のバブル世代、団塊の世代のフェミニスト等が連中を教育して道を誤らせたな。結果自分等の社会保障もこれから危うくなったわけだけど、昨今の世論だと逃げ切れないと思う。総計国立を求める40代女子と、若くて可愛い女を求める50代男子の、永遠に終わらないフォークダンス。
男は50だろうが60だろうが社会的地位や収入次第で子供を産める年齢の女と結婚して子孫を残せるが、女はそうはいかないから人間としての賞味期限が違ってくる。だから本当なら女の方が結婚を焦るはずなんだが。理想は高く、さらに高く。アホほど高いところが好き。おだてられて高いとこに登ったはいいが降りれなくなった感じ。別に独身でもいいなら妥協する必要ないしな。理想の相手を目指そうぜ。その割には結婚相談所登録って未練がましくないか。婚活が趣味じゃないかな。呼ばれていくだけで楽しいとか。女性の婚活市場における年齢というパラメーターの重要度を理解してないんだろうな。男性から見た女性のパラメーターの重要度、年齢、10、容姿、6、収入、2。女性から見た女性のパラメーター重要度、年齢、10、容姿、10、収入、10、こんな感じです。下側は女性自身が自分のどれが売りになると思ってるかって話だぞ。男性を評価する基準ではない。学歴あっても会話の内容なんて大差ないのにな。それな。知的な会話って、別に家庭で政治や経済について討論するわけではないし、英語でやり取りするわけでさないし。マジで30以上の女ってどんな価値あるの？ AV だと熟女か人妻カテゴリだよ。マジレスすると親の介護要員。強欲で上から目線なのは男の方でないの？化け物みたいなずんぐりむっくりおじさんが何歳も下の美人がいいとかずうずうしいらしい。40男なら精子も老化しまくって子供は無理だろうし。精子は劣化しませんが。そうなの？精子量が減ったり元気なのが減ったりするんでね。高卒中年のワイナミダメ。独身。こんな人本当にいるんか？いたとしても記事とかでネタにしていいような感じではない気がするんだが。婚活行ってみろよ。たくさんいるからな。美人なら100歩譲れるけど普通のおばさんでもいるからな。今朝は弱弾叩きすれが立ってたけどこの時間は婚活女叩きか。こいつらあまり物同士くっつこうって気がみじんもないのがな。お似合いなのに。そもそも魅力がないから余ってる。こういうババアたちが汚い弱者男性とかチヘド吐いて死ねとか言ってるのか。そう考えるとこの国地獄だな。こんなの好きな人と結婚すればいいのに。大体ブスが好きになるのは不釣り合いなイケメンなんだよ。でもぶっちゃけ40超えたら学歴とか関係ないフェーズだよね。もう卒業して20年経ってるわけだし。バカだから学歴という物差ししか知らないんだろ。頭いい女ってあんま好きじゃないな。細かいことにうるさそう。頭がいいとわけがわからんことで発狂しない。頭がいいといろいろ教えてもらえる。この花何？まるまる、これは？まるまる、辞書いらねえ。そんな優しい女性なら売れ残ることはなさそう。統計で40過ぎのババアが結婚できる確率が 1%。無理っすよ先輩。身近に40過ぎのいわゆる子供がいたんだけど、なんと最近結婚したぞ。ただその人性格はいいんよな。それはモンハンのレア素材並みだよ。やっぱりレアだよな。聞いた時マジで驚いた。でもいい人だったから嬉しかったよ。クリスマスケーキを年明け成人式が終わった頃に食べるのか。なんと的確な例え。そもそも40歳以上の女性と結婚する意味あるのか。老後もデイサービスで若い介護職に付き添われている方が楽しいだろ。デメリットしかないよ。ATM と介護を要求してるわけだし。自分を客観視できる女は若い間に生活力のある男をきちんと捕まえる。生活力があったり家事ができる男女も、ブサイクが多いから、外で浮気が流行るよね。日本はブサイク男女が多すぎ。でもまあ、お前らも上から目線で偉そうだよな。似たり寄ったりじゃん。結婚すれば？廃棄弁当とそれをもらいに行く最低限、ロマンチックよね。こういう女が多いから、ミソジニーの男性が増えて、結婚制度も廃れ、少子化が、ますます進む。多くはないよ。女だってバカじゃないからあざとく振る舞ってるし、結婚する女は保守的だよ。ただヤバい女から身を守るためにモテないヤバ女に同調して見せてるだけで、ベッドでは昭和よりよほど一生懸命男に尽くしてるよ。男が独身ヤバ男の手前、結婚なんて地獄だよって嘘ついてるのと同じこと。まず年齢で足切りされるのに、学歴で自ら足切りするとか結婚する気ないだろ。特に婚活時でこのレスするとめっちゃプラスがついて気持ちよくてやめられん。悪いのは分かっとるんやけど Y が気持ちよければあの時にいる女が生き遅れようと Y の知ったことではないからどうでもいい。自分なんてそんなもったいないです。って言ってたら幸せになれるの？多分ないよそれ。って思う。上か下かでしか人間を見れない尺度がすでに不幸。働いている25歳から39歳女性の 86% が結婚したら専業主婦になりたいという調査があったね。そのほとんどの理由がこんな感じだった。働くことは肉体的にも精神的にも本当に大変なことを知った。朝から夕方までワイドショーを見る主婦がいい。大変なのは男性も同じだぞ。甘えるなよ。女って付き合ってる時は可愛いのに、結婚した途端に、上から目線で、男を支配するようになるのは、何でですかね。女さんって何のスキルもないのに自分に対する自信だけはすごくあるんだよね。だからこそ身内にすると、どんなに俺がクズでも前向きで励ましてくれるんだよ。
同年代で若い時から知ってる相手だと40歳でもなんとかなるけど、全く知らないところから40歳だと荒が目立っていろいろ厳しい。恐ろしい現象だ。若い頃の姿がフィルター化してしまう。どんな美人でも36歳あたりから一気に劣化するから美人でも35までが勝負。この36歳の壁をクリアできたものが本物の超絶美人で40代でも余裕で結婚可能な限りなくレアな存在。婚活市場で人気があるのは、若く見える女性ではなく、実際に若い女性、外見より、実際の若さなんだよ。アラフォー女って、いつも自分は若く見えるから大丈夫って言うけど現実を見たらいい。ちなみにうちの会社に、私は20代に見えるって言っている30代のおばさんがいるけど、20代の社員から、あのババア40代に見えるって言われている。こういう勘違いババアは実年齢を言った方がまだマシ。自分なんか自分なんて、そんな大切にしてもらうなんて申し訳ないです。って言って生きればいいの？ありえないだろ。道端のゴミの話じゃあるまいし。だからお前の尺度が狂ってる。スマホのスペックじゃねえんだから。都合悪いとお前はバカだとか狂ってるとか。そういうの思考放棄って言うんだと思う。俺のどこに不都合が？狂った尺度で世間に馴染めず苦労してるのは、誰？お前だけなんだ。上から目線でなければ自我を保てないだけ。負け組だと認められない。男でもいるから似たようなもんか。精神勝利でしか自我を保てないってやつだな。40代って意外とモテるからな。ソースは熟女風俗経営者である俺。まあ、結婚は無理だからデリヘルで働いて稼ぎなよ。熟女風俗で40代ならモテるだろ。普通の風俗では指名ゼロだわ。それがいいんだよ。熟女店の客は安定した仕事してる人が多いから、リピートしやすい。まあこういうのでやたら女性だけがバカにされがちだけど、婚活に来る男性でも、本当に、ああ。だから結婚できないんだろうなってのは一部いるからな。見てきたようなことを言うあなた女性なの？いや、男女ともにこういうのはいるよって話。女性だけがみっともなく叩かれるようなもんでもない。男性でも母親同伴で婚活パーティーに来るのとか、やたら自分の自慢話して名刺配りまくって、女性に惹かれて、挙句、誰ともデートできなかったとクレーム入れてくるのとかいるよって話です。親同士で子供の見合いをマッチングってのもあったな。そこまでして結婚せにゃならんのかと。あったあった、あのタイプは地雷だから絶対やめた方がいい。結婚しても四六時中お互いの親が生活に口出ししてくるやつだから。そらそうだ。親が出てくる時点で問題ありだろ。昔見た供養家の結びつきを強くするなんていう制約的なもんでもない限り。間違えた。Y も40代やがこの世代の女性って性格きついよ。20から30代が優しくて天使に見える。平成生まれからはずっと氷河期に暮らしてるから、ほんと気遣いできるよね。ほんと優しい。これはまずタイトルに無理がある。男と違って女は不器用だから、まずはそこを理解するところから、すべてが始まる。普通は器用だよね。おむつを替えながら家事や料理してたり。ここでレスしてるやつも、上から目線ではロタ。男が女に舐められてたまるかっつーの。俺が老若男女に優しくモテモテなのは俺の中にはでっかい闇があるからそうしてんの。ええー、ね、闇がある男子は幼稚園時代からモテる。俺は母方の最初の孫だったからモテ方が身についているのよ。モテは理屈じゃないからな。俺的にはいきなり距離感ゼロで相手に話しかけること、5分も話せば相手が俺に興味があるかどうかわかるし、なきゃ次に行けいいだけだしな。あなたみたいな人って距離感ゼロとか言いながらちゃんと測ってるから。確かに話しかける相手は吟味しているな。仕事やプライベートで色々な人を見てきたし、しかし女の真の怖さを思い知ったのはついこの間やっと俺を振ってくれた彼女が最初だったな。やっと休めるかと思ったらさらに強敵の外国人女性を相手にしなきゃならねえけど。別にええやん。理想の男性を求めてもその結果結婚できなくても、なんでお前ら弱おじが切れるんだ。自分より年上のババアがこんなことをほざいてたら普通に気持ち悪いって思うよ。心の狭いやつだな。日本の婚活はスペック重視型で恋愛の要素が抜けてる。欧米のマッチングアプリでは年収欄なんてないのに。冷静に考えてスペックに条件も受けるような人と結婚生活するのは窮屈だし合わないよな。仮に自分がその条件を満たしていたとしても。独身おっさんネラーども、どうしたん？全体的にひどく優しく丸くなってんぞ。さすがに毛諦めたんだろうな、合唱。ハゲると性格が丸くなる説？そうよってそういうことか。いや、まあ学歴なんてのは、覚えてるか覚えてるかの差であり、暗記してるか暗記してないかの、そんなことで差がついてるのを、そこまで悔しがる必要はない。子供には本を読ますべきだよ。本を読む人は賢い。これは定説。それは本当にその通りで高学歴な、イコール記憶力いい、だけのアホなんか腐るほどいるんだけど日本社会がもう学歴進行凄まじいのでしゃあない。学歴そのものが実家の太さや親のまともさなど身分証明みたいになっちゃってるからな。別に本人らも条件に見合う男性がいないなら未婚のまま生きるつもりだろ。妥協して底辺と結婚するメリットなんて何もない。
底辺男ほど男尊女卑きつい視聴時間労働を理由に家事育児を女に押し付けがちだからな。最近は自分にとって幸せな選択だと判断できなければ必ずしも、結婚を選ばない考え方の人増えた。人間は必ず結婚しなければならないって考え方はもう古い。ただのプロパガンダだね。学歴を気にする世代って多分今の30代で絶滅するな。高学歴でも食えない世の中になってきてるし、医者を求めたとしてもわざわざ学歴なんて気にしないだろう。むしろ世界的に学歴重視の波が押し寄せてる感じだけど、社会学では大卒以上と非大卒の区分で種々の調査が行われるようになってる。アメリカだと支持政党を大卒高卒別でアンケート取ったりしてるからな。日本でやると高卒が発表しちゃって無理だろうけど。奨学金返済すらひいひい言ってる高卒程度の稼ぎしかないのって、なんで大学行ったんだよって思う。高卒なの？アスペかな？高卒なの？これがネタ記事じゃねえんだよな。マチアプで40以上女でプロフィール読んでくと痛すぎてくさ。年下くんの年収1500万以上じゃないと返信しないだの。結婚後はジャニーズ追っかけに集中したい理解してだの。真面目に書いてて頭湧いてるわ。ほんまですか？ありえない世界や。ネタじゃないで、マジで言っちゃってるのいるし少数派でもない？世界の高学歴と日本の高学歴って中身が全く違うからな。日本はただの記憶力に頼った詰め込み、世界のように卒業を難しくしないと記憶力いいだけの人間力最悪なポンコツが量産されるだけ。人間性最悪のポンコツが何か言っててくさ。大学すら出てなさそう。かわいそうな価値観。結婚してみろババア。バイカ制で紐やしなった方が幸せなんじゃね。もちろん相手の年齢は当然年上ということでしょ。それならいいよ。まさか年下望んでるわけじゃないよな。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、2時間、5分、27秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。